はい、皆様おはようございます、こちらね、なんだかわかりますでしょうか。シムロのね、メーカー部ですね。メーカー部って何なのみたいな感じですが、ですね、昆布の根元ですね、こっからこうね、ボヤン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 とこうどんどん成長して、この葉っぱがね、ボヤン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 みたいなね、海でさざめく昆布になります。そしてですね、この葉っぱのところはね、非常に柔らかくて美味しいんですが、わかりますでしょうか。この茎がね、結構太いやつがあります。これをね、刻んでいきたいと思います。ですね、この茎ありますよね。この茎が太い場合はですね、この茎を半分にね、切っちゃってください。半分に、切っちゃってください。でね、2等分されますので、あとはこっからね、ちょっとね、刻んでください。太い方が好きだよっていう方はね、ぶつ切りにねされても結構ですが、私はやっぱ細くて、ぬるぬるっていうのが好きだなという方はね、お好みで、太さ調整しながら、刻んでいっていただきたいと思います。そしてですね、これ切るときに非常に滑るんでね、ちょっと注意して切らないと、誤って手を切ってしまったりするとね、大変なことになりますので、その辺だけはご注意いただければ幸いかと思います。はい、そんなかんだ話してるうちにですね、はい、メーカー部ね、切り終わりました。あとはね、これを茹でていくだけでございます。はい、お鍋にですね、お湯が沸騰しました。そしてメーカー部ですね、刻んだメーカー部、これドッカンドッカンでございます。そうしましたらですね、これですね、はい、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、こんな感じですね。これでもう火を止めちゃってください。この目安はですね、このメーカー部の色が、黒からね、緑に変わったところで、火を止めていただければ幸いかと思います。あとはね、ザルにあげるだけでございます。はい、すごくね、綺麗な色になりました。これをね、ザルにダーンですね。はい、もうこれでね、軽く、お湯を切って器に盛り付けて完成でございます。そしてですね、ちょっとこの綺麗な緑色をね、ちょっと昼間作ったんだけど、お父さん食べさせてあげたいから、ちょっと夜までこの綺麗な色をね、保したいんだけど、どうしたらいいんですかみたいな、そういう時はですね、これをですね、ボウルに入れて、氷ですね、氷をガガンと入れてかき混ぜて冷やして、氷を捨てて器に入れてラップをして冷蔵庫に保管していただければ、まあ1日ぐらいはね、この綺麗なグリーンの色が保たれると思います。まあでもね、出来たてをいただきたい場合は、このままね、器に盛り付けていただきましょう。ではね、盛り付けていただいてみたいと思います。はい、テーブルの方にですね、茹でたてメカブ運んでまいりました。非常に鮮やかなグリーンでございます。春を思わせるこの新芽の息吹の色というんでしょうか、非常にね、香りもいい香りが漂っております。そしてですね、この仕上げですね、仕上げにおろし生姜ですね、おろし生姜、それとおネギ、刻みネギ、ネギもグリーンで、メカブもグリーン、ちょっとわかんないですけどね、ネギが入りました。そしてですね、おかかをパラパラパラと、はい、こんな感じでいかがでしょうか。非常にね、うまそうでございます。はい、それではいただいてみたいと思います。まあね、このままお醤油をガンガンガンと上にね、ぶっかけちゃってこう食べていただいても結構なんですが、ですね、皆さんで食べる場合はね、このままお醤油かけちゃって残っちゃうとね、どうしようもなくなってしまうんでね、このメーカー棒ですね、こちら別醤油ですね、別醤油に、まあ、これ箸でね、ちょっとつまみにくいんで、レンゲかなんかね、こう刺してあると、ご家庭ではよろしいかと思われます。別醤油につけて、はい、これでね、ちょっとお醤油をつけていただきマウスですね、いただきマウス。このコリコリ感とツルツル感ですね、もうこれがね、最高でございます。いただきます。最高。ちっちゃい頃はですね、
よく今日の夜ご飯何みたいな、そうするとラーメンの丼にですね、メカブこれ何人前茹でたのみたいな感じのレンゲがドカンと刺さっておりまして、各テーブルにですね、ご飯とお箸こんだけかよみたいなね感じで、こうレンゲでこうすくってご飯の上にねガンガンかけて納豆のようにねつる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 食べたものでございました。まあ、あれはあれでね、非常に美味しゅうございました。うん、最高です。はい、それでは本日はね、メカブの茹で方食べ方ですね、動画にまとめてみました。そろそろねお魚さんスーパー、その他でね、メカブが出だす頃だと思います。よろしければ、刻んで、春の息吹を頬張ってみてはいかがでしょうか。それでは最後まで無駄なしまかない道場、ご視聴誠にありがとうございました。失礼いたします。うまいです。